あさってオープンするミーナ天神。外から見ると1階から3階までの壁面がガラス張りの都会的な雰囲気に変わりましたが、その他は以前の建物を生かしています。一方屋内は全面リニューアルして、かつてのノース天神と完全に一体化し、総売り場面積が2万2000平方メートルを超える大型商業施設になりました。地下1階から8階まで32店舗が出店し、九州最大規模や福岡初出店などのテナントも14店舗オープンします。地上から入ってすぐの1階と2階にはユニクロが出店。季節によって異なるものの500から1000のアイテムを取り揃え、商品数、売り場面積ともに九州最大です。洋服だけでなく、今回からは季節の花も販売されています。常時30種類あるそうです。とてもいい香りがしています。コロナ禍で暗く沈んだ世の中に、衣類以外でも彩りを添えようと2020年から始めた季節の花の販売は、天神店が19店舗目。来月の母の日にもおすすめだということです。またピエトロや上級醤油など地元福岡の企業とコラボレーションした T シャツも販売。西日本で初めて導入する衣類のリメイクサービスは、天神店限定の博多織の刺繍を入れてもらうこともできます。福岡の街に数多くの国内外のお客様たくさん来られてますので、いろんなお客様に地域問わず国を問わずに多くのお客様にご来店いただきたいと。ユニクロの上のフロアには姉妹ブランドの GU も九州最大規模で出店します。かしこまりました、はい、ありがとうございます。ここでは九州初登場のコーディネートアドバイザーおしゃリスタが、パーソナルカラーや骨格などの専門知識に基づいて一人一人に合わせた提案をしてくれます。ちょっと深みのあるカラーで、どっちかっていうとくすんでるというよりは結構しっかりした暗めのお色味なんですが、オータムさんと相性の良い羽織などを肩掛けさせていただく形でもよろしいでしょうか。はい、コーディネートを組んでもらったので早速着替えていきます。着替えました。いかがでしょうか。普段なかなかしない格好なので新鮮です。他のお店行くの遠いとか、なんで天神にないんだなんていう声もたくさんいただいていたので、非常に私自身も期待しております。4階には渡辺通りをおよそ800メートル北上して天神ロフトが移転。売り場面積は以前の半分ほどですが、ワンフロアに集約されたことで買い回りやすくなっています。さらにテナントは衣類や雑貨だけではありません。コーヒーを出しているこちらのカフェ、実はメガネショップのジーンズが出しているんです。メガネのショップジーンズが運営する音歌コーヒーは、今月群馬県に1号店ができたばかりの新しいブランドです。毎日違う豆を使って入れるのはドリップコーヒーの黒とミルクが入った白の2種類だけで、とてもシンプルです。僕らはこのメガネ屋としての悩みっていうのが1個あって、メガネって大体買われるの短くてもサイクルとして3年に1回しか買うことができないですね。地域で僕ら商売させていただいている身としては、やっぱりお客様と常々関わっていたいとかっていうことが、あってですね、日常的に使われるもので、企業として、常々お客様と交流の場を持つっていうことが一個大事かなと。であとはメガネって待ち時間がどうしても出ちゃうので、その間にやっぱりコーヒーとかそういったものを、楽しんでもらったりとか、リラックスできる空間を作っていくってことが一個大事かなと。地下1階に降りてきました。今は閉まっていますが、天神地下街とつながっています。地下1階はご覧のように飲食店が立ち並んでいます。全長およそ115メートルのストリート沿いには手軽に利用できる飲食店などが出店。その途中に設けられたつながる広場は、地域の商品を紹介したりイベントを開いたりするポップアップストアで、オープン第1弾として地元九州産の食材を扱うアンドローカルズがやめ茶などを販売するほか、福岡ならではの屋台も設けられます。
天神北エリアの中核施設として生まれ変わったミーナ天神は、あさって金曜日の午前10時にオープン。大規模再開発が続く天神地区で、北のエリアを盛り上げる起爆剤になることが期待されています。ここ10年20年の間で天神の重心っていうのがちょっと南の方にこう寄っていってる。天神全体で盛り上がってる中で、北ももっと楽しいのがあるよというふうに思っていただけたらいいなと思っています。